ここからもう少し進んだところに氷雪の霊峰という山脈があります。その頂上の奥にキューコンがいるって。ああ氷雪の霊峰にキューコンがいるの。なんか寒そうな感じなのに。へえ、アローラの姿か。キューコン、キューコンはあなた方が来るのを待っています。気をつけて。やっぱり俺なのかな。でもサーナイトは味方してくれているぞ。ねえレモン、レモンテはどうしたの。一体何があったの。そういうことなんだピカチ、信じてくれるか。信じてついてきてくれないか。サーナイトが現れて、それでさっきボケっとしてたんだね。そうなんだよ。しかしキューコンって伝説じゃなく本当にいたんだ。そもそもキューコンという存在がもう伝説なんだな、この世界では。それであそこの頂上にキューコンがいるんだね。うー、ネオモン、ここまで頑張ってきたかい。そうだピカイチ、頑張ってきたかいがあったな。会いに行こう、会いに行こう。ああよかったよかった。なんか言えよ俺。そんな不安そうな顔しないで大丈夫だって。ただレオモンキューコンに会うの怖いと思うよ。サーナイト見せたひどい人間はもしかしたら自分かもしれないって。ついそんな不安な気持ちのようになっちゃうね。でもありえないよそんなことは絶対。なぜそこまで言い切れるの。なぜそこまで信じられるの。どうして俺をそんなに信じてくれるんだ。なぜって、それはちょっと前は疑ったこともあったけど、今は。あれどうしてかな。ほんとどうしてだろう。でもとにかくレモンいい人だし、まだ出会って日も浅いのにさ、こんなに信じてくれる。僕は救助隊やりたいと思ってた時に小さな森でレモンに出会った。思い返すとその時から何かピンとくるものがあったんだ。君意外と強いねみたいな、君変わってるねとか変な名前だねとか言ってたけど、深市ほんと不思議だよね。でも僕はレオモンを信じるよ。とにかくあそこにいれば真実が明らかになる。レオモン頑張ろうね深市。あー深市、もうちょっと相当長いこと撮っちゃったけど、ちょっともうダメだ、我慢できん、止まらんわ。こんなところでやめられねえよ俺なあ。みんなもやめられねえよな。行こうピカイチ。雪の横穴ってさっきと同じだよな。もう行くぞ霊峰、氷雪の霊峰、会いに行くんだキューコンに。そして信じてくれたピカイチよ、ピカイチの。あ、ちょっと待って、あ、もうこれソル一緒に行くのか。マジかソル、ソル、災いと戦うためにやってきたんだ。なんかさっきまでクールだったのに急に情熱的になったけど、ソル、ソルの強さとか見てみようか。はい、ソル20レベル、嘘だろ、強い、ソル悪タイプ、やっぱお前のせいじゃないのか。強いじゃんかよ普通に。技メニュー、一角二枚つける挑発電光石火、いいねいいね。さあ行くぞ、信じてくれたピカイチが喜んでくれるように、信じてよかったって思ってもらえるようにキューコンに会いに行く。よし行くぞ。あコモルだ、コモル、トン、トン、コモル、これ硬そうだな。何タイプ、ドラゴン、普通にドラゴンタイプか。よしよし、オッケーオッケー、ほい、レイト、あコモル、コモルがいる、一発でいけんな。おらキューコン戦うのかな、つうかどうなんだろうな。ボスかもしれないが、話し合いで解決できんのかな。あチルッと、チルトだチルト、こいってまい、よし、あおら、あ強えこいつ、よいしょ、オッケーと回復したい、回復、さあさあさあ、あー階段地形どんどん行っちゃっていいっすか。もう早くキューコンに会いて、ダンジョンでポケモンたちとの出会いももちろん楽しみたいが俺の気持ちがダンジョンに反映されている。早く生きて、早く生きてんだ。さあさあさあ行くぞ、ソルの戦う姿も見てみたいね。そういえば
20レベルだからね。早い。サクサクと5階まで来ちゃったけど、何階まであるんだろうな。いくよー。ソルって出んの笑えるな。かっこよすぎて笑えるわ。ソル、あ、わざましいんだ。よいしょ。メロメロだ。待て、メロメロクソ強いらしいぞ。メロメロ状態、メロメロになってしまって行動しない状態だ。まあこれ金縛りと同じだな。あ、全員メロメロ覚えられるんだね。メロメロめっちゃ強いらしいからな。ちょっととりあえず取っとく。もう俺も金縛るしな。ピカイチメロメロで俺金縛りとかになったらもうやばい強いだろうな。ほらもう相手貫通できるからな実際。ほんとあの止める、相手を止める技の強さ計り知れないな。あ、パウワウ、パウワウいたら、パウワウ、ちょっとソル戦わせてみたいな。行ってこいソル、行け、殴れソル、行け。よし、強いぞ。来た、防御力下げて、行けるか。よいしょ、ソル大丈夫か。あ、でも HP も80もある。ソル強いわ全然。じゃあそろそろ戦うか俺も。あ、倒した。オッケー。ナイス。ちょっと消耗しすぎたか、さすがに。回復しようか。よし。あ、くぬぎ玉だ、くぬぎ玉。おれ。急所。出るねー。こもってるな。こもる。よいしょ。トントントン。いこう。ありがとう。小説の霊峰が応援してくれている。いや、キューコンが俺を導いているのかもしれない。行くぜキューコン。もし俺が尻尾を触ったんだったら千年越しになるのかもしれないが、謝る。うーふふふ、すが、表情やばくないかこれ。やる気に満ち溢れてるな、名前の通り。来た、あー、アルバルク上がった。今の俺はもう熱いぞ。今の俺はめちゃくちゃ燃えている。よし、燃えているぞ俺は。最後はどんどん行こう。あ、ザングース来たな。敵か、ナイス、睨まれた。え、一発投げればいけるか。よいしょ。ザングースもかっこいいな。白いポケモンってかっけえとかあんな。白に赤ってあのコントラスト。ザングースあんまり今まで触れてきてないけど、かっこかわいいな。あー、チリーンだ、チリーン。いろいろ出るなー、マジで楽しいなー俺。あ、チリーン77を耐える、やるな。よいしょ、よいしょ。さあ9階だ。これまた小説の霊峰頂上とかあるのかね。あるんだったらね、バンバン技使って、まあもう使ってっけど。あ、チリーン、チリーンじゃん、チリーン。よいしょ、いっちゃおう。無益な殺生はしない。ピカイチとは違う。俺はピカイチとは違うんだ。もともと人間だからな。人間の心を忘れていない俺は。まだ忘れていないぞ。最高。てかほんとすごい。すごくない？階段マジで。こういうもんかね。こういうもんなのか。トン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 。ちゃって、うん、はい、はいはいはい。はい、そんなに狭いマップじゃねえんだけどな。はい。もう行っちゃっていいか。あれ、動けない。あ、よいしょ、よいしょ、あれ、よいしょ、行こう、ゴー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 。多分階層上がったからそろそろまた新しい強いポケモン出てくる頃合いだと思う。アピーピーマックス嬉しいね。どうしようかな。ちょっと歩いてみようか。ポケモンに会ってみたいしな。この辺から違うの出ると思うんだけどな。ほら来た、出たよ、ケッキング。よいしょ、大丈夫か、俺やるよ。よいしょ、出ると思ったんだよ。結構なんか獣が多いっすねここ。ザングースもそうだけど獣が多いな。
さあさあさあ、ケッキングがいます。うわー、ハブネーク、ザングースがいて、こいつもいたらこれは戦いになるな。あー、駆逐されちゃうよ。あ、いいか、俺寝ちゃう。いや、毒も寝た、いかん。ピカイチ、なんとかしてくれ。あ、ソル、そっち、そっちか、ソル。よいしょ、ナイス、起こしてピカイチ。ちょっと電撃波で、あ、でも永遠の眠りについちゃう、やられたら。起きろ、俺。よいしょ、毒きたな。食え、ピカイチ、回復。みんな大丈夫 HP。 あ、ピカイチ HP やばいな。ちょっと階段で回復しようね。ちゃうね、これ俺が倒すから。よいしょ、ナイス。お、ソルレベル上がったぞ。新しい技を覚えた。また覚えたんか、こいつ。噛みつく、きたー。あ、怖い怖い。悪タイプだぞ、しかもタイプ1じゃん。敵ポケモンにダメージを与えるし、ひるみにもできると。これはいいですよ、これはいいですよ。挑発状態って何なんだろう。ポケモンは技や不思議玉を使うときにダメージを与えたりする。攻撃的なものだけを出すようになってしまう。あー、ちょっととりあえず挑発忘れちゃおっと。はい、回復とかめっちゃしてくるようなやつがいたら使えるのかもしれないけど。よし、あ、どうしたピカチどうした、急に急にキッキングに攻撃したな。オッケー、遠距離いいな、マジで強いし。よし、行こう。さてと、14回かも、早かったなあっという間に14回だよ。よいしょ、行こう。ふぅ、15回。いやー、まだあるよ。さあさあさあ、ちょっと怖いなあいつ。あー、階段はえー、行っちゃおう。あー、来た。おお、あー、やっぱあるのか。冒険記録します。はい、先があるのかい。かかってこいやー、行く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 。小説の霊峰奥地。うわー、鬼氷鬼氷だー。うわー、うわ、大丈夫か、ソル。めっちゃ遠距離攻撃してきた。いかんって、お前、影分身なんだこいつ多彩だな。ドン、あ、ピカチ、ナイス。おい、一撃で仕留めた、ナイス。さあ、こっから先はまた強いポケモンが出てくるかもしれないからな。うわー、来た、鬼ゴール来たな。おれ、よしよしよし、経験値えげつないな、めっちゃもらえる。えい、おい、来た、階段。いやー、まだこれも何回まで続くかわからんからな。見つけたらなるべく降りていこう。さあ来い、鬼ゴールさんいますね。トン、トン、逃げる、逃げるが勝ち。よし、さあ行くよ、ついてこいよ、二人とも。怖いんだけど鬼ゴール2匹も並ぶと、これ迫力ありますね、さすがに。でも嫌な音引っかくで倒せるんよな。よし、一回やっ、もうそっちか、直線攻撃あるからこっち移動しよう。危ねえ、おら、なあ、外した、電撃か。ナイス、ピカイチ強い。また技覚えたんか、お前。バンボルきたー、10万ボルト。周りの敵ポケモンにダメージを与える一定の確率で麻痺状態に変える。麻痺状態のポケモンは技が周り1マス、これ自分の周りぐるっと行くんかな、もしかして。じゃあ2、3体いたら全員にダメージみたいな感じかもな。電気ショック忘れさせるくらいなら、電磁波どうせ5割だから、電気ショックで麻痺する可能性がどんぐらいなのか分かんないけど、じゃあ攻撃もできちゃった方がいいような気はするよね。だから分解して、でん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 
すごいでん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 言ってっけどさ、これまあでも電磁波かな、一旦忘れようか。てか俺金縛りあるからね、電磁波を忘れますと。金縛りの方が優秀なんだよな。よし来た、また強くなったねピカイチ。ちょっと10万ボルト後でお披露目してくれや。階段あった、行こう。よし、なんかソルもえげつない技覚えそうだな、そのうちな。ほいほいほい、トントントン、鬼ゴーリいるよ、気をつけて。ちょっと待って、ちょっとさピカイチやってほしいんだけど、見たい。いけピカイチ、10万ボルト、ドーン。これ周りにいたらみんなに食らうのかな、ちょっとわからんけど強えな。よし、さあ行きますよ皆さん。アヒル団ご一行が通りますよ。はい来た、今の見えた。一回左に行こうとしたけど、いやこっちじゃねえかなと思ってこっちに移動したらあるわけ。これこれよ、階段は引き当てるものだ。あ来た、さあ球根バトルするのか。ここが頂上だよね。球根はどこにいるんだろう。いたいた、レオモント、マジこんなとこまでついてきたの。ああ、お前らか、フフーディン。やれやれ、やっと追いついたぜ。おかげでこんな遠いとこまで来る羽目になっちまった。マジかよ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれよ。勝てるのかこれ。俺は容赦しないからな。いやでも俺金縛りあるから。でも 3人いるからな。でもできればこうなりたくなかったら、これも運命だ。ちょっと手抜いて歩いてこいよお前なあ。時間くれよ少し。平和をもたらすことがわしたち救助隊の使命なのだ。平和のために俺たちもここまで来たんだぞ。わしたちはお前を全力で倒す、行くぞ。うわあ、おい行け行け、俺金縛りだ、金縛り出せそこで。待て、あー球根だ分かってたのにめっちゃ分かってたのにめっちゃテンション上がって取り渡しちゃった。グッ、フーディン見たことのない顔をしているぞそれ。とんでもない顔してるけど大丈夫かそれ。球根な、何球根だと。あ、あれが球根。伝説はやはり実在していたのか。こいつらでも見たことなかったんだな。戦いをやめるのだフーディン、この者は私の客だ。教えてくれキューコン、伝説に出てきた人間が誰なのかを。それな、いやそもそも伝説にあった出来事は確かに確かに、それも本当なのかどうか。ナマズンのさザレゴトナマズンのザレゴトかもしんねえだろ。その答えによってはわしはそいつを倒さなくてはならん。タタリの話が伝説としてどう伝えられたか私の知るところではない。ただし会ったことは本当だ。キューコン、尻尾触られたぐらいで千年もタタリすることなくない。昔私はある人間にタタリをかけようとした。しかしその時その人間のパートナーだろ。あ、まあもう言ってる通りじゃん。自らの身を犠牲にタタリを受けたのだ。にもかかわらず人間は卑怯なことに触らないと見せて逃げ出した。やがてその人間はポケモンに転生した。ポケモンに姿を変えたその人間は今もなお生きている。俺なのか。俺だったら償うから許してくれ。してその人間とは、その人間とは誰のことなんだ。レオモン、あー笑っちゃうなおい安心して、口角がもうドロッドロになったな今な。俺じゃなかったみたいな、もう信じてくれたよかった、本当にがっかりさせなくてよかったな。今なんて言ったの。あー、この音楽ここで、いやもう出てくる人間ではないと言ったのだ。あーよかった、ありがとうみんな。なんとあーピカイチ、なんでかな、僕緊張しすぎたせいか体が動かないよ。あーもう抱きしめてやれ、抱きしめろぞ。あーあー深呼吸しなきゃ、スーハースーハー。あーああよかった、やっぱりレオモン違ったんだよ、僕の信じた通りだ。でもそんなやつなわけないもんね。それともう一つ、確かに私は世界のバランスが崩れると予言したが、人間がポケモンになったことは世界の、あ、そうなの、関係ないんだ。自然災害が起きている原因、それはまた別のところにある。いやお前たち違う言ってやれピカイチ、言ってやる。10万ボルトはやりすぎか、電気ショックぐらいならやってやれ。もう
散々レオモン疑ってさ。そうだぞ。いや、もう随分塩らしいな、フーリンさんよ。フーリンさん、ごめんな、銀河のやつに乗せられちまった。しょうがねえな。いや、俺は最初からそうじゃないかと思ってたんだよ。ニッコニコじゃないか、リザード。レオモンがそんなひどいですよね。俺は戦いたくて、うずうずしてたんだ、みたいなこと言ってた、さっきまで。さっきまでよ。タグよ。本当かな、まったく。まあいいや、苦しい旅を乗り越え、よく真実を見つけたものだ。お見事だ、レオモン。ああ、よかった。やっぱり僕の信じた通りだったよ。あれ、でもちょっと待って、じゃあレモンなんで、確かに。てか、なんでサーナイトは俺の前に現れたの？レモンが伝説に出てきた人間と違ってのは分かったんだけど、だったらレモンが僕のになった理由って何なんだろう。でもサーナイトは明らかに俺に語りかけていたし、レモンは一体誰なんだ？わば、地面が揺れてる。地震か。これも地殻変動だ。ますます自然災害が進んでいる。キューコンはも何か詳しいことは知らないのか。そしてこの地殻変動によって今まで地中深く眠っていた大地の化身グラードンが復活するんですよ。皆さん、ここでグラードンが復活するんですよ。グラードンのことはみんな知ってんのか。かー、もうたまんねえな。おい、神話の世界に語り継がれている伝説のポケモンだ。大地を盛り上げて大陸を広げたポケモンであり、海王がと死闘の末眠りについたとされているが、グラードンが暴れさせ、もう絶対海王がも出てくるわけ。この後出てくるわけですよ。早く止めなければ。わしたちが行こう。僕たちも行くよ。そうだ、行くよ俺たちも。いや、お前、なんでフーディン大丈夫？うわ、なんか怖いんだけど。フーディン、なんかフラグ立ってないかこれ。お前ら死ぬなよ。ここはわしたちに任せろ。そういうことは、お前ら久しぶりに帰ってゆっくりしてるよ。いや大丈夫、こいつら絶対強いだろ。でかっこよ。言ってみて。ゴーラ、心配するな。ゴールドランクは伊達じゃねえ。早いとこ片付けてすぐ戻ってくるよ。行ってみてえな、おい。よし、グラードン沈めに行くぞ。沈めに行くだってよ。言ってみて、俺なんかこの間ナマズに沈めるぞっつっちったよ。悲しいわ、この格差。フーディンたちは復活したグラードン沈めに地底へ行きました。一方、疑いが晴れたレオモンたちは長かった旅を終え、自分たちの居場所へと戻るのでした。よかった。よかった。町のみんなは受け入れてくれるのかな。そしてその頃ポケモン広場では。ケケ、お前ら、なんでレモンたち追っていかないんだよ。そんなこと言われたってのは俺たちには無理だよ。レモンたち随分遠くまで逃げたって、あ、まだ俺のこと疑ってる状態だ。僕たち行けてもせいぜい群青の洞窟までだよ。俺も後を追ったんだが、あいつら炎の山へ入っていきやがった。俺はとても入っていけ、あ、ダーテングでも。やっぱフーリンたちはすごいんだな。俺は草タイプだからな。そうだな、しょうがないわ。あそこにはウィンディがいるからな。お前には無理だ。レモンたちがその後どうなったかは知らん。しかし、あいつらみんな炎の山に挑むとは、俺なんかと違ってたくましくなったものだ。お前、まあ、ダーテングも俺たちが助けたしな。結局なんてだらしないやつなばかりなんだ。もう確かにゲンガーたちは来なかったな。そこまで言うならお前たちこそ行けよ。俺たちいいんだよ。聞け、レモンがやっつけられた知らせを受けるのが俺たちの役目だからな。聞け聞け、勝手に決めてやがる。あれ、チャーレムちゃんは？チャーレム、あ、いた。チャーレム、どうした？レオモンが、レオモンが、お、とうとうレオモンがくたばったけ。ゲンガー普通に悪だな。めっちゃ悪だな、ゲンガーな。違う、その逆よ。レオモンたちが帰ってきたのよ。ただいま来たぞ。あ、ソルも一緒だ、ソル。お、おい、あそこにレオモンさん、か、帰ってきたんだ。ヨーヨー、お前たち。あー、ガクッと肩の力が抜けた。この音楽聴くとほんと帰ってきた感じする。うん、やっと帰ってきた。長かった。広場では懐かしいね。もう説明もせずに。おい、ピカイチ。うん、ゲンガーがしばらくだな。ケケ、なんだあの地震に満ちた態度は。ケケ、まさかゲンガー、お前の言ったことデタラメだったぞ。レモン関係なかったじゃないか。レモン無実だったんだ。そうだぞお前ら、いけいけ。ゲンガーはそれを知っていたのだろうか。うん、キューコンに会って聞いたんだ。レモン、伝説に出てきた人間ではないって。それが分かったから帰ってきたんだよ。みんな帰ってきたぞ。ハスブレロ、お前だけは許さない。お前だけは許さないぞ。詫びろ一度。ケケ、ちょっと待って。まだ信用ならんだ。そこまで言うなら証拠を見せてみろよ。証拠。ちょっとキューコンさん。キューコンさん、来てくれないか。ここにザッて、さっきみたいに証拠がなくちゃしょうがない。自分から倒されに来るんだぞ。バカな奴らだよ。やんのか、お、やんのかよ。こっちはお前もう
穴を掘ると10万ボルトと電撃波もあるしソルもいるのと、ケケッ、みんなどうしたらレイモンやっつけないのか。僕は前からレイモンさんを信じていたんだ。ケタビーちゃん、お前なんかに騙されるもんか。そうだよ、ゲンガーが悪いやつだってみんな忘れるな。思い出せ、俺ももうやめた。俺は以前、ジンとくるな。しかしレモンが悪いやつにはどうしても思えない。そうだ、人から聞いたことより自分が見たものだけを信じてくれ。みんななあ、しらじらしいわ。もうこいつフォンフォンって殴ってきてワンツーパンチ入れてきたんですよ。そうだそうだ、証拠は何だってんだ。ウケウケウケ、みんな、あーペリッパーちゃん、ゴーガーイゴーガーイ、ほらバラまけ、おいバラまけバラまけ、おい妨害だぞ。ここに絶対書いてあるんだろうな。気合の入った分野がいたもんだ。これなんだこれ、なんか新聞みたいだわね。読んでみるぞ。何何、ポケモンニュース妨害、レモン無実だった、ダン一面を語ったな。9個に出会ったレモンはフーリンの立ち会いのもと自分が伝説に出てきた人間ではないことを証明した。これによりゲンガーの言ったことは真っ赤な嘘であることが判明した。終わり、終わりだゲンガー、お前の命運もここで終わりだ。よーしよしよしよし、いけいけ、ワンツーパンチ出せ、アスブレロざまあみさらしい、見てこ、待てこの野郎、騙しやがって、行ってこい。よしよしよし、お帰りなさい。ただいまー、ダビーちゃん、約束通り帰ってきたよ。あー、ダビーちゃんは泣いている。あー、よかった、本当に頑張ったな、頑張った。いやピカチュウ本当にありがとうな。そうだな、復活だ。でけえ救助基地建てような。救助隊の仲間友達、あ、ソル帰ったのか。次の朝、よいしょ、ピカイチいるか、ピカイチ今日から元通りだ。いやよく眠れたよ昨日は本当に。あ、来たペリパーちゃん、やってくれいつものやつ。スカンスカン、おお今日は大盤振る舞い、2回もやってくれましたね。これいつもより多くスコーンしてくれたよ。早速ペリッパーも手紙を運んできてくれたし、頑張っていこうねレモン。よっしゃー、手紙見ようか。ペリ、おい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 、よーアミーゴ、よく帰ってきたな。また手紙運ぶじゃないか、嬉しいぜ。こんちくしょー、俺はこの家が来るまで顎を広くして待ってたんだぜ。これから手紙運びまくるからな、覚悟しとけよ兄弟。なんてファンキーなんだなんてファンキーなんだ、さすらいの郵便屋さんペリッパーより。これは一生保管しておく。よっしゃ、あーやったなやったなー。あー街ももう元通りだ。あーダーティングも小躍りしてるぜ、おい怖い。よっしゃー、いやー今日はねかなりやったんだけどまあいやよかった、でも本当に、なんとか疑いは晴れて。だけどサーナイトがなぜ俺に接触してきたのかとか、それからやっぱり俺はそもそも人間だったという事実に変わりはないわけで、なぜにポケモンになったのか、俺はもともと一体何者だったのかとか、謎はまだまだあるな。よし、それじゃあね、まあその辺の謎はまた次回解明していくことになるでしょう。ということで皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。あーよかったピカイチ、本当にありがとうなピカイチ、お前がパートナーでよかったよ。おやすみ。